おはようございます。速稼塾の久保です。まあこのライブ放送もですね4000回5000回ぐらいになるんですかね。もうね飽きもせず3年以上4年ぐらいやっております。あの Facebook で、ライブ放送っていうサービスが始まったその日から始めてですね、それ以来1日にまあ少なくとも1回多くてね10回ぐらいやってるわけなんですけども、その間に Facebook ライブをご利用の方っていうのがたまに出てきちゃうね消えて、たまに出てきちゃう消えという形でございました。私もねそれまではユーストリームっていうのを使ってライブ放送してたんですけども、この Facebook ライブってのはいいですね。そのままですねこの Facebook ライブがそのまま YouTube の方に搭載もできるんで非常に便利だなと思っております。今ねこういうふうに放送する方法がものすごく簡単になって、そのスマートフォンさえあれば誰でもこういうふうにねテレビが作れるっていうのは非常に素晴らしいなと思います。その素晴らしさの一つに、私今ねあるカジノの案件を扱っているんですけども、そのカジノの案件人に紹介する前にまず自分でやってみようかなと思って自分でお金を入れて、まあやってるわけなんですけども、まあこれお金カジノの案件に参加するだけで、別に自分がカジノをやんなくてもカジノのルール知らなくても、ただまあお金が増えていってるところをこうやってね見ていけるわけなんですよね。でそのお金が増えているところとかその仕組みを私は動画で撮って、それをまあある特定のねグループに速稼塾の中に紹介してるんですけども、そういうふうにしてね最初から種明かしをやっていけるっていうのも動画の力だと思うんですよ。こういうふうにしてもう隠せる情報っていうのがどん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 なくなってきて、あとは情報を受け取った人がどう判断するかなんですよね。それまでは情報が隠されていたんで、やっぱり判断に間違う可能性、誘導される可能性が非常に高かったわけなんですけども、今はテレビを見てる人はね相変わらずまあよくわかんないままやるしかないんですけども、テレビ以外のところから積極的に自分で情報を取れる方っていうのは自分がベストと思える選択肢を編み出していけるわけなんですよね。そういう意味でも YouTube っていうのはすごく役に立つなと思います。さあそこでですね今日先ほどなんですけども YouTube の教室を広島の方でやりませんかということでねご提案いただきましたんで、まあそれもそうだなと思いまして、3月ぐらいね会場を用意してくれるそうなんで、広島市もしくは広島市の周辺でですね、まあ、広島市内になると思いますけども、YouTube 教室をやるのかな。私がだから講師としてお邪魔して皆さんにお伝えするって形になります。まあなんせね2020年が最後の YouTube のチャンスですよ。2020年やらなかった人はもう2021年から参加してもしょうがないです。で2020年参加した人でも自分でチャンネルを増やせない人とか自分で動画をね作っていけない人、編集ができない人は YouTube っていうチャンスすら失うと思います。まあそれでいいと思うんですよ。YouTube の素晴らしさに気づかない、 YouTube をただ利用してるだけであって活用してないと、そういう方はどん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 遅れていくと思いますんでね。まあちょっとね残念なのがこれから生まれてくる子供たちのことなんですよ。親が YouTube にセンスがないと子供は YouTube に対して可能性を開くことができませんし、アカウントを作ることもできませんし、スマートフォン買ってもらえないんで子供の可能性はそこで潰れるんですよね。だからね古い親の考え方とか間違った親の考え方とか、親がやっぱり人生に困っていたりとかね、悩み事を解決してないとかお金の問題で困ってるとかいろんなのを抱えているとそれが子供に相続されちゃうっていうのは非常にねもったいないなと思いますので、少なくとも YouTube だけは、まあ子供たちにね伝える前に親が YouTube を活用していくっていう、そういうフェーズに入っていただきたいなという思いも込めて、このね、3月ぐらいになると思いますけども YouTube 教室 in 広島、こちらの方をね期待して、私自身期待しようかなと思います。どんな方がね、どんな意欲のある方が集まってくれるのかということですよね。まあうまくいったらというかね、ちょっと YouTube の教室をなんかちょっと各地でやってもいいかなっていうふうな気持ちにもなってきましたね。まあめんどくさいなと思ったら私やりませんけども、まあそこはどうするかなと思いますね。ちょっと考えておきます。ではすいません、本日の放送以上です。